メンズ帝王7度目の防衛戦です。相手は船木翔一です。ゴンが鳴りましたと同時に歓声が湧き上がっています。男たちの番下最終章仙台編です。やっぱり帝王さん、はい、船木選手と前々からやりたいって言ってたじゃないですか。っと、ね、ようやく、ね、来たわけですよ ね、 半年ぐらい待ちましたかねこの試合をね、まだ手を合わせていません。受ける格好になっています。チャンピオン、はい、12月の後楽園ホールでね、はい、あのタカ、はいはい、船木戦っていういい試合ねやったんでね、まあ、それにこう負けないいい試合を見たいですね。まあ本当にそうですよね。もうこれは海援隊というチームをもう飛び越えた試合、そうですね、気持ちですよね、はい、今ようやく改めて手を合わせます。まだ組まれていません。タックルに行きました。これは取れません。船木、まあね、やはり場所がね東北ですからね、その後楽園のようなやはりマニアといいますかね、非常にこの通な不安が来る場所とまたちょっと違う、なんて言いますかね、独特的な雰囲気がありますからね。こういう試合ってね難しいとは思ってたんですよ最初から、だけどねすごい熱心なお客さんが集まってくれたんで、本当一つ一つのね細かい技をじっくり見てくれたんでね、試合としては後楽園でやってるような気分になりましたね、はい、仙台ね、仙台は東京から結構ファン来ますから ね、 ますよ ね、 ね、この日なんか大雪だった気ですよね。そうなんですよ、あそうですよね、うん、この向こうの壁の向こうはもう一面雪景色、はい、またねこの体育、まあ、体育館じゃないですけどもね、これねもうすごい寒いんですよ。だからねお客さん見てる人もねものすごいきつかったと思いますよ。船木戻ってきます。肩と肩が当たりました。本来はテニスが行われていますこの屋外、まあ、言ったら体育館ですけれども今ショーンカッターだったんですか。そうですね、かわしましたね、うん、まあ、お互い相手の技は大体知ってますからね、この試合こそ清水さん裏の掛け合いになりますね、読み合いになります ね、 そうですね、いつもタッグを組んでてパートナーがどういう技を使うかってそういうのをよく分かっていますからね、一回ロープにもたれました。さあもう一度リングの中央です。道のくプロレスって言いますとねどうしても、まあ、飛んだり跳ねたりっていうのがね、どうしてもやっぱ多くなりますしね、キャラクター的にも、いやこういうなんていうんですかねレスリングスタイルっていうのはあんまないんですよね。もともとルチャーリブレを目標としてた団体ですしね、はい、だからそう考えると、まあ、異色的な試合は試合だったと思うんですけどね。ただね道のくプロレス時代がだんだんルチャから離れたような部分が ね、 ね、うん、あるんでね、その離れさせていったのはグレートサスケであり新崎人生であり、うん、メンズ帝王なんじゃないかなって気もするんですよね。だからこういうレスリングが非常にいいかなと、うん、こういうレスリングも必要だなっていう感じはしますよね、うん、ジャイアントバックリーパージャイアントバックリーパージャイアントバカさんの昔の往年の必殺技ですね。これでフレッド・ブラシーにインターナショナル選手権で勝ったことありますからね。本当にもうそういう、まあ、言うなんか言い方変ですけどね、やってる僕らが楽しんでるところもあるんですよね。結局やっぱ6人タッグとかで試合をしてるとなかなかこういうジャイアントバックブリーカーとかこういうグランドに持っていくコブラクラッチとかですね、できないですからね、なかなかね、絶対カットに来ますからね、こういうのをね、ほんとじっくり久々にレスリングをね、ちょっと楽しもうかなっていう気でやってましたね、この試合は。まだこのかけた手は解いていません。メンズ帝王上になりました。決裁固めの対戦に入ります、はい、まあ、5月の5日にタイトルを取ってから、はい、結局年を越したわけですよね。そうですね、はい、まあ、思えばこれが7度目の防衛戦で、本人先ほどオフのところで、はい、自分長く持ってたなみたいな感慨深いことをねポロッとおっしゃってましたけども、そうですね、
取った時はね、こんなは、まあ、長期と言えるかどうか分かりませんけどね、うん、こんなに長く持つとは思わなかったですね、正直言って。清水さんどう思ってました？デルフィンがあのカムバックさえしてこなければ長く持てるんじゃないかなというふうな気がしましたけどね。じゃあその読み通りここまで来てるわけですね。そうですね。ただあの今までの挑戦者を見ると、まあ、若い選手が多かったんで、はい、やっぱりうまく術中にはめてあの防衛できたという部分もあったんじゃないかなって気もしますけどね。したがって問題はこの7度目の防衛戦と。 そうですね、それから前回がソラール、はいね、ダイジェストでご覧いただきましたけども、あれは初めてルチャドールと、まあ、本場のルチャドールの対戦だったわけですよね、はい、あれを乗り越えまして今回があるわけです。デルフィンが、ね、ベルトを持った時期とかですね、他の選手が持った時期に、はい、こんなにしょっちゅうねタイトルマッチが組まれなかったんですよ。あ、僕の場合はね、まあ、相手がね若手っていうのもありますけども、大体シリーズに1回は組まれたんでね、まあ嬉しいような辛いような、なんかちょっといろいろ悩んだようなところもありますよね。王者としての悩みですね、それはね。あのね、ユニバーサル時代にできたあのタイトルで、その時代にかなりデルフィンが防衛をしてたんですよね。ただ道のくプロレスではこれが最多防衛になるんですかね、ちょっと知らないと分からないですね。船木翔一が足を決めに行きました。だからあの頃と、ね、今のこのタイトルの、ね、価値観ってかなり違うんですよ。やっぱり、まだ一つの団体が作った規制のタイトルだったわけなんですけども、はい、やっぱりタイトルっていうのはもう時間経って歴代のチャンピオンがいい選手が揃うと、そのタイトルをいやベルトの価値っていうのはね上がるんじゃないかなって気がするんですよね。これ帝王賞の技じゃないですか、帝王ロック、ね、いわゆる足がね帝王デスロックに入ってるわけですよ。それから今度帝王ロックにね、まあ、僕の2大秘密兵器といいますかね、まあ、初防衛と2度目の防衛に使った技をね、ショーンがね仕掛けてくるっていうのはオッズなところだなと、ちょっと面食らいましたね。あ、俗に言う掟破りの相手の技ですね。さあクラッチを切りに行きたいところですけれども、これを切れば嬉しい逆十字。これはやっぱね元藤原組というのもありますけどね、うまいですよね。当然僕はクラッチをしてね、はい、左腕を取らせないようにしたら、今度はねうまく右腕の方をね攻めていくような形に持っていくわけですよ、こういう風にね。でその三角締めですね。ですね、かなり入ってるんじゃないですか。だから、ね、なんて言うんでしょうね、僕はまあ元々やっぱりアメリカンスタイルのグランドレスリングですよね、はい、で船木選手っていうのは藤原組から始まっている、いわゆる有形と言われるですねスタイルで、まあ、本来なら水と油と思われるとこなんですけどね、はいはい、意外とこのようにアメリカンプロレスといっても結局その原点といいますかね、古き良き時代のプロレスをやればですね、こういう風に有形ともじっくりとレスリングができるっていうのがね、若い選手をはじめいろんな人にも分かってもらいたいところですよね。レスリングの技術というのはやっぱり一つだから、うん、例えばルチャリブレが飛ぶというふうな感覚だけなんだけれども、やっぱりレスリングはレスリングですから、ルチャにしてもこういうふうなグランドレスリングが基本になっていますね。もう道場ジムやなんかではみんなこういうレスリングを教えてるわけですよね。ですからやっぱり最終的に根底に流れてるものっていうのはこういうレスリングでの戦いということなんですよね。やはりね先ほどの試合でもやっぱ大きなね派手な飛び技をやる選手が目立ちますけどね、やはりまあアトランティスはじめそういうなんていうんですかね、こう地味ながらもっていうやっぱ基本的なところができるレスラーっていうのは見てて面白いなっていうのはありますよね。必要にこう足を攻めていきます。メンズ帝王グリ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 やります。ここら辺から徐々にまあ足に僕の得意なね足攻めにまあ、入りたいところですね、僕にしてみればね。こうやって清水さん、はい、一つ一つちゃんと布石があるわけですよ ね、 すね。これをやるためにこれおーボーアンドアローに来ました、はい、弓矢固めです。この入り方も非常に帝王らしい入り方ですよね。鮮やかに一瞬の隙もなくうまく移行していきました。これどうですか、ご本人決まり方というのは。まあ、やはりちょっとうまくねディフェンスはされてますよね。ああそうですか、足をしかしだいぶ痛めたようです。船木翔一起こしまして拳ナックルパウドですか今の。そうですね、まあ厳密には反則なんですけどね、もう一発いきます、喉元に持っていっています。メンズ帝王ゆっくりじっくりと船木に両手をかけました。今度はエルボーです。ローリングエルボー、ああしかし船木も返してきます。ダメージは残っています。船木この辺が意地です。
泣き正一、やっぱりちょっと足の方が気になるようです。さあ船木がその痛みをこらえまして、エンズ手をロープに振りました。エルボーを返していきます。この辺は肘の張り合いですね。もうね、そうでしょうね。肘をもらったら肘を返す、先ほども相手の技をもらってしまいました。そういうやり取りがありました。ローリングしてこれを解いていきます。あ、逆に船木が自分の足を痛めてしまいました。まあね、やはりここら辺が、まあ、本当の読み合いって言いますかね。まあ、船木選手はね、まあ、大体序盤でああいうサソリをね、はい、仕掛けてくることが多いんでね、まあ、あれが来たらこういうふうに返してやろう、まあ、チェスみたいなもんですよね、ああ来たらこう、こう来たらっていう、まあ、お互い4手5手先をね、まあ、読んでいくようなところですよね。そして最終的にはどちらがこのチェスを詰めることができるんでしょうか。時間は無制限です。たっぷりとあります。先ほどの奇跡の方でもね、いろんなフィニッシュが、ね、出てましたけどね。出てましたね。やはり本当にね、まあ、一つのね、まあ、大将みたいにね、先頭なら先頭でずっと勝ち抜けるレスラーに憧れますよね、やはり誰としてもね。ビクトーさんですね。ただまあね、やはりタイトルマッチになるとなかなかシングルマッチですからね、相手もいろいろ研究をしてくるんでね、まあ、エクスタシー一つでも決まらないようなところも確かにありますしね。まあ、それをね、逆にはあえて偽技に使って逆に不意を突くといいますかね、そういう技をいくつか出していったわけなんですけどね。だからこの試合に関してもね、ものすごく、まあ、その僕の頭の作戦では悩みましたよね。まあ、しかし清水さん、はい、それだけメンズ帝王という選手は引き出しが多い選手ですよね。そうですね、いろいろな技を持ってますからね、まあ、それはね、一つの決め技でもし決まらなかった時っていうことはあんまりレスラーって考えないんですよ。それが先の先にまで自分の引き出しを多く持ってるっていうことはね、ドラゴンスクリュー、いろんな戦いの仕方っていうかね、勝負をかけていけるなんていうかね、作戦の立て方っていうのはやっぱりできるんじゃないかなと思うんですよ。それがこれだけの7回の防衛につながったんじゃないかなって気がするんですけどね。足が、右足が膝のあたりかなり痛みを走っているようです。船木翔一、ラインメイヤーからキックでしょうか。いや、これはね、まあ、本当に地味な技なんですけどね、要は組み投げと見せかけて足をロープにぶつけるという、ね、なるほど。そのロープがまた効くらしいですね。ロープは硬いですからね、相手はね、その受け身を取ろうとしてますから、そういうところになんて階段を、ね、踏み外したような感覚ですよ、素人のお客さんね、分かりやすく言えばね、だからそういう不意なところでバチって入るんで、まあ、痛みはね、ものすごく感じるんじゃないでしょうかね。これはテキサスクローバーホールドか、簡単にはいきません。いいんですよね、まずはこの体勢でこれあえて止めてるわけですね。今止めてるというか、まあ、これはね、こういう角度で攻めるバージョンとステップオーバーするバージョンとか2種類あるわけですよね。でまずこちらで足首、まあ、初めね膝、そして腰というところを決めといて、まあ、この後、まあ、僕としてはステップオーバーに持ち込みたいわけなんですけどね、はい、でこれはね相手をホール、ね、の体勢になるわけですね、肩についてで肩を跳ねると同時に、まあ、ステップオーバーしてしまうという、まあ、作戦なんですよね。さあこれで腰を一回浮かしました。メンズ帝王、こらえます。船木翔一、船木は目の前のロープまで辿っていくことができるでしょうか。ロープブレイクです。これ清水さんよく頑張りました ね、 船木 ね、 そうですね。膝がちょっと悪そうな感じしたんですけどね、脚力はありますよね、船木選手はね。でまあ、一見足をねもちろん攻めてるわけなんですけどね、はい、船木選手は結局腰を怪我したことによって前回のタイトルマッチが流れてるわけなんで、腰にもね持病を持ってるわけなんですよ、まあ、これは僕も持ってるわけなんですけども、はい、だからそういう部分でちょっとまあね、先ほどのボーアンダローしっかり、足と腰を両方同時に攻めるというね技をまあいくつかこう交えて攻めてるんですよね。これはカウントワンで返しました。本人の船木選手は意地でしょうね。船木翔一、前回、前々回、まあ、5度目の防衛戦の時、まあ、薬師寺との試合、先ほどご覧いただきましたが、あれが本当に前日に持病の腰を悪化させて、急遽変わったという試合ですね。結構、急遽変わったという、この試合、多いですね、この防衛戦の中でね。
すごく辛いんですけどね。チャンピオンサイドとしてもこれ辛いでしょ、相手が変わるというのは。で特に僕はね、あの頭で考えてレスリングするタイプですから、はいはいはい、相手によって作戦をずっと考えてたのは全くゼロからやり直さなきゃいけないんでね。なだれ式のミニクラッシャーに行きました。これはこの右膝にとってとどめを刺すに近いんではないでしょうか。さらに追い打ちをかけます。いや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 、カウントが入ります。今のスモールパッケージをね、うまく捉えられちゃいましたね。まあ、ここら辺はやはり船木選手もね、僕が4の字に来ることを読んでたんでしょうね。あ、なるほどね。まあ、ちょっとね、なんていうんですかね、首のホールドが甘かったんで、まあ完全に返すこともできましたし、またすぐその後も攻めることができたんですけどね。フィアフォールクラック、足4の字に来ました。これは足を痛めている船木にとってはもう悶絶の思いでしょう。4の字はね、本当に今いろんなレスラーがね使いますけどね、まあ、僕のなんて言いますかね、持ち技の中でもバックドロップとか、はい、匹敵するぐらい自信を持ってる技なんですよね。バリエーションありますよね、鉄柱4の字っていうのありますよね、はい、このね角度っていうのは、ね、僕にとって4の字というのはですね、はい、体重の乗せ方が一番大事なんですよ、だからね、このなんて言いますかね、よく足をねこう持ってブロックするスタイルがあるんですけどね、はいはい、それはされてもね十分決めることができる自信を持ってるんですよ。あ、そうですか。いろいろありますね、やっぱデスロイヤー式もあればフレア式もありますしね、はいはい、僕は最近まあ好んでフレア式を、まあ、使ってるんですけどね、この形がフレア式 です。今ちょっと前にバタバタやってるのがデストロイヤーですね。さすが清水さん、よくご存知で、ドクターレスリングですから、さすが。このね横に向く形ですね、うん、これでね体重をね逆になんて言いますかね、僕の左足の方にかけていくことによってね決めていくわけなんですよね。これでひっくり返りました。これ俗に言われてますけども、これ逆に帝王さんのが痛くなってしまうという、うん、まあそうですね、まあ、相手もねもちろんでも痛いんですが、痛いんでしょうけどね、うん、ああ大将ですね、東郷選手がいます。この試合はね大将とスーパーボーイがね、はい、それぞれセコンドについてくれましてね、海援隊同士の一戦です。さあ出ますか、鉄柱4の字か。まずは一発打ち当てておきます。これもうアピールしてからいきます。おーっと、ここら辺ね、すかされてしまいました。やはりまあ酔われてました ね、足をね引かれて鉄柱にうまくぶつけられちゃいましたんでね、いつか来るだろうなと思ってたんですよね。そうでしょうね、やっぱね船木選手にしてみたらそうだったんでしょうね。ちょっと足を引きずるシーンがあります。フレンバスターか、フレンバスターか、いやこれはうまくかわします。バックを取りました。メンステオバックの取り合いです。あーっとヒルキックか、いやそしてテイクドロップキック、膝関節にぶち込んでいきました。船木選手もね足技にはうるさいですからね。そうですね、さあ、おお、船木が行くのか、船木が行くか、まだ行かない、あーお返しです。随所のこの意地の張り合いというのが見られます。船木翔一、そしておなじみの鉄柱足4の字です。やられたね、やられたの初めてでしたからね。ああそうですよね、いつもねやってる方ですけど、やられるとどんな感じなの。これがね、思ったより痛かったです。つまり思ったよりっていうのもね、変な話ですけどね、僕やられたことないから分かんないじゃないですか。これがね、特にね、まあ船木選手も初めて多分やったと思うんで、まあね、いろんな決め方があるんでしょうけども、ね、右の膝がねちょっと決まったんですよ。珍しいんですよね、あの形で右膝が決まるってのは珍しいんですけど、右がちょっと痛くてね、ちょっと参りました。そして今ニークラッシャーを続け玉に行こうとしたんでしょうか。これはあ、ションキャプチャー、はい、まあね、鉄柱の字取られましたからね。なるほどなるほど、まあまあ僕としたらあのションキャプチャーでもパクテアなんですね。船木の18番です、ションキャプチャー。お互い得意技をね、やはりこうなんて言いますかね、もう裏の掛け合いというよりもこれも本当表の掛け合いになるわけなんですけどね、表の技をまあどんどん書いていると言いますかね。なるほどね、そうですよね、18番として繰り出している技ですからね、はい、相手の選手の18番を先にパクるという、そういった展開が続いています。さあ、おーっと、これはコーナーマットをもらってしまいました。そしてエルボーです。船木はコーナーに飛びまして、ロープに飛びまして、自ら戻ってきて、そしてミラクルエクスタシー、ここで出しました。カウンター2、そして嬉しいです、嬉しいで切り返す。本当に
まあ、みんな研究してますよね。強技の応酬になります。ミラクルエクタシーって半年1年目の前だったらば一発だったんですけど、ね、だったんですけど、ね、もうダメですね、これのフィニッシュはね。これ出し方をね、今のはもうジャブ的な感じのエクタシーでしたからね。やっぱ積み重ね積み重ねての形じゃないとなかなか決まらないですね。フィッシャーマンズスープレックスかバスターか。バスターに近いですね。ちょっと足が踏ん張りきれないのかもしれません。船木翔一スープレックス、そしてカバーに行きます。さあこれ取れるか、3つ取れるか。取れません。僕と船木選手はね、お互いまあ挑発ですしね、髪もまあ茶髪といいますかね、はいはい、そういう系統でしたし、まあ、タッグもね、タッグリーグで組んでましたからね、はいはい、まあ、そういう部分で同じペイントをしてみたりとかね、結構似てるスタイルだけどね、そうですよね、合わせ鏡みたいなところもあるんですけどね、合わせ鏡であるし、反面教師でもあるし、切磋琢磨し合っているこの2人、バックドロップを見せます。かなりいい角度だったんじゃないですか。そうですね、ただね、まあ、僕の求めてるバックドロップとはちょっと型がまたちょっと違う。理想のバックドロップはどういうバックドロップですか。やはりね、真後ろに投げるということですよね。ちょっと斜め今ならね、横抱きになっちゃいましたからね、まさ最高的な、そう、そういうね、感じでしたね。75点ぐらいですか。50点ぐらいですかね、僕にとってはね。あ、そうですか。さあ今度はどうする。もう一度改めてミラクルエクスタリオ、これをね、ショーカッターか、ショーカッターに返されちゃったんですよ。これが裏の掛け合いですね、これは。なるほど、これはかなりきつそうな表情をしています、メンズ帝王。一番のポイントかもしれない、はい、この試合ね。これはね、マジで頭から突っ込んじゃったんで、首をちょっと痛めちゃったんですよ。あ、なるほど、ロープに飛んだ、船木が帰ってきます。そして、ショーンキャプチャーに入りたいんですが、そのままホールを取られます。カウントは強いでした。でもね、このカウントを ね返した瞬間に足を取られちゃったんですよ。はいはいはい、ショーンキャプチャーね、来るのは分かってましたから、抑え込んでやろうっていうのがあって、抑え込んだんですけどね、カウント2で返されたと同時に足を取られたんで、びっくりしちゃいましたね、これ、さあ、コーナーに振りますが、逆に、メンズ帝王が振っていました、そして口出しの、おっと、膝はこれはつかしています、かわしました、そしてもう一度、これが元祖のショーンキャプチャーです。チュさん、やっぱり入り方早いですね。早いですね、やっぱりね。スパッと入りました。違いますね、違いますね。ドタルチュー、うわー、苦悶の表情です。これはね、本当厳しかったですよ、もうここね。しかしこれをこらえます。うわ、投げようですよ、もう。違う相手だったら本当終わってたかもしれないですよね。これはやっぱ同門のね、このやはり火炎隊対決という一つのこの自分のプライドと、そういうものがなかったら耐えられなかったかもしれないですよね。これテッドラメさん、大丈夫なのかという確認ですね、これね。もうなんて言うんでしょうね、痛くてね、この何かにすがりつきたくなるんですよね、相手っていうのはね。テッド田辺さんの胸にしがみついてしまいましたけれども、返すことができます。ローリングしてエスケープしました。前にはね、とても引きずっていけるほどのね、あれはなかったんですよね。さあ逆に形勢が全く船木の方に傾いていきますが、エルボーがね、喉元にヒットしました。ダブルダウンです。ダブルノックダウンか。先に起き上がるのが船木翔一か。初めてのベルトを巻くことができますか。そしてメンズ帝王自身も初めてのベルト、これをここまで守り続けてきましたが、ローリングエルボー、いや、これはキックで返されます。そして脇頭か、いや、そのまま固めていきます。カウントは2でした。裏の裏ぐらいでね、私もよく分かんないですよ、もうここまで来るとね。そしてこれは、お、なんですかこれ、おーと、カウント、ヨーロッパシーンですね、ビル・ロビンソン対とかね、ミッド・ポップ・インクとかドリー・ファンクとか、そういう、あ、これですね、フルネソンを倒されました。そして固めていきます。これがね、トルネードクラッチです。飛行機投げの応用だそうで、そうですね、はい、アムレスマの飛行機投げをね、応用した技です。ここまで入ってる過程が面白かったですね。以前テリーボーイ時代に開発したという話を聞きましたけど、ね、まあ、フルネルソンから入るのは、まあ、今回が初めてなんですけどね、はい、くるくるっと回すことによって相手をね、このフェイントをかけてくるわけなんですけどね、はい、見事船木翔一をトルネードクラッチによって下しました。7度目の防衛に成功です。これは苦しかったし嬉しい勝利でしょう。そうですね、仙台で行われました海援隊同士の一戦、見事最後の最後、まあ、形勢は行ったり来たりしましたけれども、メンズ帝王が7度目の防衛に成功です。